来月4日からには今週にもですね5歳から11歳の子どもたちへの接種も始まりますまあ、正直親としても打たせるか打たせないか迷うところなんですけれどもまあ、判断の参考になるでしょうかこちらのデータご覧くださいイスラエルのデータになるんですがオミクロン株への感染について ワクチン接種を受けていなかった子どもは10万人当たり260人が感染。ワクチンを2回接種した子どもの感染はその半数以下となっています。横田先生、これはまあ、効果があると見ていいんでしょうか。 そうですねこの発症予防効果があるかどうかといったところがすごく私、危惧していたところなんですけれども、はい、確かにあるということが証明されましたただ一方でデルタ株の時はですねこれが10分の1になってたんです<ー>それがこの程度なのかやはりオミクロン株ってワクチンの効きが悪いんだなということを親御さんとして気になるのは子どもたちへの副反応だと思うんですよね。はい、ね下側こちちらはアメリカののデータです子どもたちの 副反応についてないのはおよそ三割、あるのがまあ七割ということで、そして入院が必要なのがまあ二割、これは稀なのかなというふうには思うんですが、お子さんがいる川野さんはこの数字というのは率直にどう捉えますか。うん、あのこれ入院が必要が二パーセントってなってますよね。はい、横田先生あの今コロナウイルスで五歳から十一歳の子がもし感染した場合に入院が必要なぐらいになるのって二パーセント。 とより高いか低いかって分かったりしますかね、うん、おそらく低いですうんそういう意味では非常にですねこの接種どうするかというところは非常に難しいと思います判断として 難しいですね入院が必要なこの2%にもしかして入ってしまったらと考えるとやっぱりそこも不安要素になってしまうし、うん、ただ上のデータを見ると、まあ、先生いわくデルタよりは効きが悪いがちゃんと効果はあるというお話を聞いていくと、まあ、皆さんの,そのご家庭の事情ですとか家族構成とか、うんうん、お子さんの体調、まあ、そういったものを踏まえて先生受けるかどうかの判断というのはやっぱりご家庭によって変わってきますかね。そうでですね特にあの心臓臓ああるるとか腎臓あるいは呼吸 有機の基礎疾患がある方の場合にはやはり接種を進めていただいた方がいいと思いますね。なるほど